はい、どうも皆さん、こんばんは。新日本プロレスの NJPW ボーイこと N ボーイと申します。本日はですね、まあ先日ね、行われました1.143の図大会に関して、いやまあこの大会ね、本当にいろんなことがあって、もう語りたいことが山ほどあるんで、今日もね、語っていこうと思うんですけど、まあそう中でも特に、まあやはり語りたいこととしては、メインイベントですよね。岡田和鹿選手バ、えーサス、ウィル・オスプレイ選手、 選手の、まあ、頂上対決でもあり兄弟対決でもあり、まあ、元ケイオス対決っていう,こういろんな、ねえー、意味合いがある非常に重要な一戦で、まあ、岡田和親選手が勝利したわけではあるんですけど、まあ、その後のマイクで、えー、ウィル・オスプレイ選手というのが、えー、新日本プールスとあとまあ現地のアメリカのお客様それからバックステージでは、まあ、岡田和親選手に対しての、まあ、思いっていうのをまあ語っていたんですけどこれがねもう本当にねもうなんていうんだ もう感動で画面が見えないというか非常にこうね心のこもったえまあ最後の言葉というのがね送られていましたのでちょっとまあこちらをね皆様にご紹介していきたいと思います。 で、まず、えー、オスプレイ選手というのは、えーまあ、試合には負けてしまったんですけど、最後、岡田選手が、まあ、手を差し伸べて、その手を掴んで、まあ、起き上がると。で、二人ともこう、ハグをして、もうお互いのこう、なんか目にね、涙が浮かんでるような場面もあったんですけど、まあ、そこでこう、バレットグラブが乱入してきて、まあ、雰囲気をぶち壊されてしまうと。まあ、でも、えー、エンパイア、エンパイアの仲間と、あと、エイリー選手がね、えー、助けに来てくれたおかげで、まあ、オスプレイ選手というのは最後にこう、マイクを、えー、握ることができたわけではあるんですよ。 で、オスプレイ選手というのが、まあ、マイクを取って、まずこんなことを言うんですよね。えー、まあ、観客からはもう、サンキューオスプレイと、サンキューオスプレイっていうコールが、え、鳴り響く中、えー、真面目な話になるんだけど、まあ、これまでの8年間ね、えー、楽しい時間だと、えー、ありがとう。えー、新日本プロレスに来たのは、まだね、えー、自分のことを理解できていない、え、22歳の時。そうですね、オスプレイ選手22歳、ああ、初めてこう、両国でね、あの、櫛田選手とね、いきなりこう、IWGP のジュニア に挑戦して、まああの時のオスプレイ選手って本当に体細くて、まあ,あの顔も正直かなり幼いというか、まあい何ですかね、こうあの吹っ抜けてないというか、今のオスプレイ選手とは本当顔つきも全然違う、もちろん体もすごい細くて、まあ、でもやっぱ動きも身体能力が凄まじいっていう。 まあ言うなれば何ですかね、こう、もうダイヤモンドと原石みたいな、えー、プーレスラーってのをよく覚えてはいるんですけど、まあそんなオスプレイ選手というのが、えー、ここでね、えー、経験をしながら、えー、自分という人間が分かってきたと。うん えー、若くね、えー、未熟な俺に対して、新日本プロレスは俺に経験を与えてくれて、えー、間違いをね、起こすことを許してくれて、えー、様々な選手たちと戦うチャンスをくれて、えー、俺はその中で、えー、成長することができたと。で、会場からは、会場からはね、ホスプレイコールと。はい。いや、そうですね。はい。で、岡田についてはね、もうちょっと言いたいことが多すぎて、もう岡田は文字通り最高のプロレスターだよと。 まあでもちょっと言いたいことが多すぎるから、まあ岡田に関してはちょっとバックステージにね、えー、撮っておこうと。なるほど、なるほど。で、今日ね、えー、この新日本プールスの最後のシングル戦を、えー、この観客、視聴者の前で戦えたことに対して、えー、心から感謝したいと。で、これもまた会場からね、オ、えー、スプレイコールと。はいやっぱりこの岡田選手のシングルっていうのは、まあこのサ3ーズが一旦,、ね、一旦ね、一旦区切りで、まあ最後になるみたいですね。やはり、はい。まあ非常に残念ですけど、もうこれはしょうがないですね、はい。 え続いてですね、まあ SX 出身のまあ自閉症児にしては、えー、上敵だろうと。はい。まあちょっとなんかオスプレイ選手はね、昔からそういうのがあるって自分でも言ってたんですけど、 いや、それで、まあ、これまでの旅が、今でも信じられないと。このライオンマークのもと、試合ができて、成長できたことに対して感謝を言い尽くせないと。創設した初日からね、俺を支えてくれているエンパイアのような奴らがいることにも、感謝しかないと。はいはいはい。ま向こう数年間はね、ここ、まあ、アメリカっていうのが、新しいホームになるわけだと。これからね、互いに深く知り合っていこうと。ありがとうメイトって。 言うと、まあ、会場からは、まあ、これなんですかね、要はもう頑張ったよとか、えー、お前はそれ相応そその努力をしたんだから当然だよみたいな、まあ、感じのコールがお客様から、えー、起きるとで、そしてさらに、えー、本当に、ね、ありがとうと、えー、残念ながら、えー、このショーは終わりを迎えるけれど、新しいショーが始まると。 えー、この本を閉じるまで、あともう一戦ある、えー、2.11の大阪大会だと、まあ。新日本プレスにね、初めて、えー、金網を持ち込んだ、うんえー。聞いてくれと。俺は、えー、30, 30分のシングル戦もね、えー、45分のシングル戦も、えー、やってきたと。 でも信じられないかもしれないんだけど、えー、俺のキャリアっていうのは、えー、バックヤードレスリングから始まったんだよと、まあ、それをね、えー、新日本プロレスに、えー、持ってきてやるぜというね、ちゃんとこれの、2.11、ま、の、あ、大阪大会の宣伝もしているというね、さすがオスプレイ選手ですね、これは。はい まあ、ということを、えー、これリング上では言っていて、他にも金網ディスマッチはかなり、まあ、精算のことになるから、えー、覚悟しておけみたいなことも言ってたんですけど、えー、そんなオスプレイ選手というのは、まあ、そのリング上ではその岡田選手については、まあ、ちょっと話が長すぎるから話さないって言ってたんですよ、で、実際このバックス,、えー、バックステージに戻ったバックヤードインタビューで、まあ、岡田選手に対して非常にこう熱い思いというのを、えー、語っていたんですよね、それがまああのこちらになってくるんですけど。 えー、オーツプレイ選手というのが、こ、ま、れ、あ、あのバックステージに戻った時に、まあ、こう、点をね、見て、まあ、言いたいことを考えてたんだけど、ちょっと考えさせてくれと。で、岡田への、えー、メッセージだと。うん、まずは、謝らせてほしい。はい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 。もう2020年。俺は、えー、復讐心の塊で、えー、お前のようになることに固執していた。うん、もしかしたら、えー、お前よりも大きく、えー、強くなろうとしていたかもしれないと。まあ、それを対戦ではなく、えー、復讐 そそししてて果たたうとといた気がする敵と怒りでこれはもうあれですねあの2020年の G1 でまあ当時ケイオスにいたオスプレイ選手というのが、まあ、G1 の確か最終最終盤かな最終盤の方で、まあ、岡田選手とシングルマッチやったんですけど、まあ、その時にやっぱケイオスを裏切ったんですよねであのーまあ、その時にこのエンパイアっていうグループができてまあその。 できて、まあ、その岡田選手に対して、ま、乱入ありで、初めてこう、勝利を、え、収めたんですよね。で、その時にやっぱ、あの、オスプレイ選手というのは、ま、岡田選手にこう、裏切りのヒルンベルトがしているんで、まあ、あの時は本当にオスプレイ選手というのは、ま、岡田選手を完全に裏切って、ケイオスを裏切って、ま、今のエンパイアっていうグループを、ま、作り上げたというのが、まあ、あるわけですよね。えー、さらにオスプレイ選手は、ま、そのことをね、えー、後悔していない自分も、ま、一部いるのは確かなんだけど、まあ、あの G1 での裏切りが なければ今お前と、えー、肩を並べて、えー、立つ。自分はありえなかったと思うから、うん。お前と対立対立して、えー、自分を鼓舞して、えー、苦難を乗り換え、乗り越えたからこそ、今の自分がいると思う。はいまあ、これはもう実際、僕もその通りだと思いますね。 まあ、オスプレイ選手、ケイオス時代ももちろん、めちゃめちゃいい試合していたんですけど、やっぱりこれ僕何度か言ってるんですけど、基本的にやっぱ新日本プロレスっていうのは、あの、ユニットのトップじゃないと、まあ、その、トップのベルトは負けないっていう、まあ、ジンクスがあるんで、まあ,あ、高木慎吾選手は結構例外として、まあ、あの、ロスインコのリーダーじゃなくても、えー、ベルト巻いていたんですけど、基本的にやはりリーダー、なんかのユニットのリーダーではないと、まあ、ベルトは負けないっていう、あの、ジンクスがあるんで、あのままオスプレイ選手はケイオスいても、基本的に、もうケイオス そのとやっそやぱ岡田和親選手がやっぱ上にいるんで、やっぱ僕はぶっちゃけは k、k 応 o s にいる以上、もうその、やっぱり IWGP 世界ヘビー級ベルトを巻くのっていうのは、岡田選手がほぼ無理だと思ってるんですよ。やっぱ岡田和親選手っていうレッサーの存在があまりにも大きすぎるから、まあ、基本的にやっぱもう IWGP 世界ヘビー級っていうのは、もう岡田選手、k 応 o s はもう岡田選手が担当みたいな、他の選手は他のベルトを狙うみたいな。 まあ感覚だと思ってるんですけどだからオスプレイ選手というのがあのままケイオスにいてもおそらく IWGP 世界ヘビー級のベルトは負けなかったですし、まあ、すごいレスターだけど岡田選手にほと並ぶぐらいの存在にはなり得てなかったとは思うんで、うん、これは本当に僕もオスプレイ選手の言うと、まあり裏切った形は悲しい、えー、結末ではあったんですけどあそこでケイオス抜けてエンパイアを立ち上げてちゃんとーリーダーになったオスプレイ選手っていうのは非常にこう正しい、ねえー、選択をしたと思いますね。はい でもまあ、オスプレイ選手からするとやっぱね、辛い部分も、えー、あったんでしょうね。はいで。そしてオスプレイ選手というのは、まあ一つね、えー、後悔していることは、えー、これまでね、築き上げてきたものを俺がすべて、えー、捨ててしまったことであると。はい。まあ、これは岡田選手への、まあ何ですか、ね、岡田選手との関係とか、ケイオスメンバーとの関係っていうのを、まあ裏切ったことによって、えー、まあ、捨て去ってしまったことを多分言ってるんでしょうね、オスプレイ選手は。 さらにオスプレイ選手は、まあ、岡田がね、えー、どんな人間か伝えたいことは山ほどあると、もう親切さ、えー、寛大さを、ね、表すエピソードはたくさんあると、例えば、新日本プロレスで初めてのこうツアーをしたときに、俺の銀行カードがね、えー、急に使えなくなってしまって、えー、日本に滞在中に全く現金を引き出せない時代に陥って、えー、パニックになったんだよと、あそれはもうめちゃくちゃ大変ですね。僕でもパニックになりますね、これは。そ時ツアー中ずっと面倒を見てくれたの のが、えー、岡田だったと、まあ、金を返せと、えー、祝えたこともないとただ、えー、面倒を見てくれた、えー、散髪の費用も毎回払ってくれた俺がバカみたいな色に、えー、髪を染める時もねと。う いや、これはまあ、オスプレイ選手がするとめっちゃありがたいでしょうね。もう銀行でお金引き出せないってね、しかも異国の地で言葉も通じないから、もうどうしたらいいかわかんないですよね。しかもオスプレイ選手当時も22とか23とかぐらいだ,だと思うんで、まあ、本当にこう、あたふたしてる時に、もう岡田選手が全部お金払ってくれて、しかも返さなくてもいいって感じで、えー、面倒見てくれたと。これは非常にもうありがたいというか、いい、やはりこの先輩というかね、兄貴分ですよね。 さらにね、まあ、以前ね、えー、パートナーと日本に住んでいた頃、このパートナーってあれですかねあの、元スタータブのあの方なんですかねはい、なんちゃら B さんのことなんですかねえー、医療的な問題が発生して、えー、外国人二人、うん、異国で誰に相談していいか、まあ、どこへ行くべきか分からず不安の中、お前にこう連絡しなら、岡田に連絡したら、えー、俺の住まいの近くの医者を、えー、探してくれた。だけじゃなくて、しかも、英語を喋れるお医者さんを、えー、探してくれたと。ああ、もしね、 えー、逆の立場になったとしても俺は同じことできないと思うとそんな具合に、えー、お前の親切さ寛大さは常に,常に、えー、そこにあるんだよといやーこの辺のエピソードは僕も全然聞いたことなかったんですごい興味深いですね。 ま、岡田選手、やっぱ非常になんですかね、このオスプレイ選手に対して、めちゃめちゃ面倒見がいいというか、やっぱりこう、なんですかね、異国の地で自分だけ来て、ま、そのパートナーも外国人ってことで、その言葉も通じない中で、やっぱそういういろんな、ま、問題とかね、暮らしていて不便なことって、たくさんあると思うんですけど、そういう時に、ま、岡田選手みたいな相談できる人がいて、しかも、こう、自分で、あの、あの、英語が喋れるお医者さんを探してくれるって、これめちゃめちゃありがたいですね。これ、こんなことやってる人、なかなかいないんで、 これはすごくいいエピソードですね、マジで。はい。普通に感動しましたね、はい。えー、さらに、えー、そしてね、えー、これはもうすぐ俺が、まあ、親の身になる、えー、親になる身として、えー、子供に対していろんなことを教えていく立場に立つからかもしれないんだけど、えー、親として子供に教えたいことはすべて、お前が俺に対して、えー、無意識の中でやっ,てくれてやってくれていたことであると。 え、22歳で来日して、8年というね、えー、月を日本で過ごす中で、えー、親から教えられるべきことを代わりにお前が教えてくれたと。うんうん。やっぱオスプレイ選手は、お子様が生まれるってこともあって、ちょっともう、日本にいる、いる,いると、やっぱ子供ともなんその、なんですかね、一緒に過ごす時間がなくなっちゃうから、まあ、子供にでもすぐ会える、アメリカに戻るっていう意味合いも、やっぱすごい強いんでしょうね、これ、本当に。やっぱ、うん。やっぱ奥さん的にもね、その旦那さんが日本に行くのはひ、非常に辛いでしょうし、子供の前に、 相手なんて奥さんも大変なのにそんな旦那さんが日本行ったら不安だから多分こういうのあい,いろいろ理由あるんでしょうねやっぱ子供が生まれるっていうのは非常にでかいと思いますね環境の変化によってどうしても今の仕事を辞めて違う仕事に行かざるを得ないってことも すごくよくわかるんで、はい、もう、しょうがないですね、これは本当に。えー、さらにね、えー、俺がバカなヘマをするたびに、えー、失望をね、させたんじゃないかと思って、まあ、お前のいるドッカールームに行くのが恥ずかしかったと。でもお前は決して、えー、俺のことをね、見下すこともなく、いつも優しくしてくれたと。まあ、だからこそ、えー、怒ってしまったことに対して後悔もあるけど、まあ、気づき上げてきたものがあったことに感謝している。えー、知り合えたことを、えー、二人の時間に感謝していると。はい、いや、もうね、ちょっと僕今あの、 涙で画面が見えてないんですけど、喋ることはできるんで、はい、このままちょっとね、えー、動画を続けていきたいと思います。えー、さらにね、オースプレイ選手、最後にですね、これ。 まあ、こんなこと言ってるけれど、えー、この先またね、同じ場所で戦えるかも、あ戦えることもあるかもしれないし、まあ、ないかもしれないと。誰もそれはわかんないと。まあ、この言葉がね、えー、俺からお前への、えー、最後の言葉になるかもしれないわけだと。まあ、だから、ありがとうと。この俺の,俺のためにね、いろいろとやってきてくれたことに対して、本当にありがとうと。う感謝してもしきれないと。これほどお前が、俺の人生の大きな部分を占めていなかったら、今の俺は存在しないと。 もうこれが本当の気持ちだよと、ごめんなさい、そしてありがとうという、もうオスプレイ行かないでくれよはははは悲しい、本当に悲しい、こんなコメント読みたくなかったけど、でもオスプレイ選手のコメントは非常にね、あのー、胸に刺されました、僕は。胸に,胸にね、えー、もう突き刺さりましたし、本当に。 いや、でもやっぱ岡田選手優しいですね。あのー、もちろん、オースプレイ選手だけではないと思うんですけど、うーん、もうオースプレイ選手のこのコメント読んだらね、ちょっと岡田選手のこともね、やっぱ尊敬してたら得ないですね、これは。うんまあもちろん自分が、こうイギリスからね、日本に、まあ連れてきたってこともあるとは思うんですけど、いやーでもね、ちゃんとこうね、面倒を見て、で、しかもここまで育て上げて、まあもちろんオースプレイ選手自身がめちゃめちゃすごいですよってことは当然あるんですけど、まあ で、もちゃんとこれ正直、この1.14の三の図のメインで、じゃあ、オスプレイ選手が勝利していた場合って、もう岡田選手とオスプレイ選手の物語ってもう終わっちゃうと思うんですよね。もうオスプレイ選手が最後の最後で、えー、兄貴の岡田選手に勝利して、もう思い残すことなくって去ってしまったら、もうオスプレイ選手と岡田選手の物語も終わっちゃうし、新日本との関係性も終わっちゃう。 気がするんですけどでも最後の最後でもきっちり岡田選手っていうのが今あの本当に世界最高峰って言われてるぐらいの、えー、オスプレイ選手にきっちり勝利を収めたことによってやっぱこの2人の物語って僕まだ続いていくと思うんですよなんだかんだやっぱオスプレイ選手って8勝に入っても岡田選手に完全に負け越してるんで。 まだまだ、あの、やるチャンスはあると思いますし、やっぱ岡田選手っていう存在が新日本にいる限りは、この新日本プロレスと、あの、オスプレイ選手の関係性っていうのも、えー、続いていくと思うんで、もう最後の最後まできっちり大きな壁として、本当にオスプレイ選手の、えー、もう、前に立ちふさがってくれた岡田選手は、本当に僕はね、あの、嬉しいというか、もうありがたいなと思います。これは本当にもう、岡田選手にしかできないです。あの、オスプレイ選手に8回も勝利するなんて、もう、他の誰も、誰もできないことなんで、本当にやっぱ岡 選手はマジであのもう偉大というか、もうオスプレイ僕、オスプレイ選手ファンなんですけど、めちゃめちゃ感謝してます、最後にもう本当にオスプレイで勝ってくれて、もうありがとうっていう気持ちしか今、ないですね。はい いやー、もうね、今日のコメントはもうね、悲しかったんですけど、まあ、オスプレイ選手のね、えー、気持ちと、まあ、おそらく最後の言葉になると思うんで、これは岡田選手に対しての言葉はね、えー、ちょっとまあね、これを胸に秘めて、まあ、オスプレイ選手はお子様もね、生まれたということなんで、今後はね、えー、アメリカで頑張っていただいて、またね、あのもう外敵としてでもいいんで、あのもういいです、もう外敵として、ヒールとして、もうどんな感じで悪くってもいいんで、また新日本でね、えー、月に一度でもいいんで、あ に年に一回でもいいんで、えー、また新日本ペースの、ね、リングに上がってほしいなとは本当に思います。で、また岡田選手と対戦して、まあやっぱ保証をね、オスプレイ選手は返さないといけないんで、はい、そこもね、えー、楽しみに今後ともオスプレイ選手をね、えー、見守っていきたいかなとは思っております。というわけでね、えー、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上